ですね、アルカナハート3、シャフルゾーン2、桜杯、これから始めまーす。はい、それではスタートボタンを押して始めちゃってください。あ、入ってる入ってる。イエーイ、皆さんこんにちは。小岩大会だよ。今日なんか人がたくさんいるからね、盛り上がっていこう、盛り上がってね。うん、後でお葬式は後でやるんで。さあ、動画台これかな、このフィオナと。さあ、番長の力強いしゃがみが入って、そこが立ちからエリアル締めていく。しゃがみ、さあ、この番長ソードがうなりを上げていく。さあ、ケツからケツ、ヘブンズホール決めて、さあ、空中投げからコパン、コロランド、なんという。さあ、ここで投げが決まって、さあ、タオパイパイ決めて、踏みつけ。さあ、一本取るのは番長。あ、これなんかリングネームとか書いた紙とかあったらありがたいんだけど、どうだろう。お魚ハートバイスかな。うん、さあ、ジャニーからバイアスト使ってカウンター、ロンゴミニアとゲイボルグ、ジャンビシーまあ、はい、はい、エリアルからビーム、ここは番長ヒップからのツパン。さあ、この先鋒戦はまずは番長が取っていきます。 ありますね、ちゃんと紙。ゲームオーバー。さあ、大将戦、森高ハートと白熊コロハですね。さあ、この白熊さんは前大会の優勝者ですね。あちらの方にこのメイド服のスカートを託し上げたコロハがね、置いてあるんでね、あれが彼の性癖です。さあ、昇竜使ってムサキャンをしっかりして、はやぶさ蹴りからもう一丁、はやぶさ蹴りから裏回り稼いでいく。はい、あと音、ここで止まってしまう。イズナからドローンから、さあ、 2B カウンターヒット、パーフェクトでラウンドを取っていく。さあ、4ガキャンから壊し機イエスコンボしっかり決めて投げつかる。ここでしっかりまたもやコンボを落とさずに、と落としてしまう。ペチペチと攻めて足払い、 EF キャンセル、アッパースカルが壊しが間に合う。鉄拳パンチゴシめくってバーストビーム使って、ヨンガーキャンからこれはしっかり殺しきる。森高ハートが取り返す。ああ、どうぞどうぞ。次俺じゃね、次の試合の呼び出ししちゃいます。タロニャンさん、ラーゲルさん、オシムジャパンさん、ヤブログさん、ヤビさん、チコチコさん、今呼ばれた方こっちが来てください。さあ、イズナからねえ、うん、本日はね、うん、本日はね、関東、東海、中東といろんなところから人が集まってくれたんでね、
ちょっともう一回呼び出しますよ。タロニャンさん、ラーゲルさん、おしめジャパンさん、ヨブログさん、ヤビさん、チコチコさん、こっち来てください。今呼んだ人はこっち来てください。さあ大将戦取り返しましたね。しかしここでね、決定戦でね、さあ決定戦、番長対おしめジャパンさん、ヤブログさん、ヤビさん、チコチコさん、こっち来てください。来てる？おしめジャパンとか来てないんだけど。さあ番長対白熊、このハフヨナカウンター人。さあ時と土、さあチパンガークラ、ここからハイパーアーマー、わーっと当たってしまう。おしめジャパンさん、ヤブログさん、おしめジャパンさん、ヤブログさん、早急にこっちに来てください。固める、崩して、ミヤッと立ち、スチパンヒット、体力をもっきりリードされてしまう。からムサキャン、ミスらないエリアル、決めてカウンターヒットから、おっぱこれは団長の鉄呼んでからエクスカリバー、組み付けからの番長騒動。ちょっと呼び出し呼び出し、ヤブログさん、ヤブログさん、おしめジャパンさん、おしめジャパンさん、こっち来てください。さあこれ番長がエクスカリバーぶっ放していく、ジャンビーカウンター、しかし拾えない、ジャンビーチパン、ジャンシー、ヘブンズフォールからのムサキャン、ここはすかして投げてタメイからドロンドロン、わあ溜まってる溜まってる溜まってる、番長ソードが刺さって、決定戦制したのは森高番長チーム。それじゃあ次ですね、次ですね、席まだ、どうもよろしく。番長どっち？そっちで、はーい。アット部応援チーム、タロニャン、ラーゲルチームが A 筐体、B 筐体がオシムジャパン、ヤブログチームと、ヤビーチコチコ、あ、家が。皆さん、お証拠こっちなんで、お証拠こっち、家があるんで、皆さん、ね、お証拠を与えてってください。これから公開処刑始まりますんでね。はい、じゃあ。先方の方座っちゃってください。先方の方座ってください。先方の方座ったら、あのこっち側にあの店員さんいるんで、あのお約束のことが目配せして、こっち OK だよって言ってください。激しい読み合いが始まってすでに読み合いが始まってますね。はい、それじゃあ始めてください。かっこいいとこ見せてみる、ラーゲルクビストの名にかけて。先方、1回戦目はアボさんと、あ、ラーゲルさんのペトラと、アトブさんのアカレです。なるほど。さあまずアトブさんがラーゲルさんにまず2コンボ、2コンボですね。いや、まだこれはね、これは本番じゃないんで。あ、まあ、3、はい、3回触って、まず、ラーゲルさんが1本取る。これラーゲル？ラーゲル？ラーゲル？助けを、あれに読んで、華麗なコンボを決めて、軽く1万98。
リバーサじゃんねえ、リバーサじゃねえな。 4D 立ち位置かさどこに何もさせないで、さっき華麗にかわす、走り打ち上げて1本。あー、ラーゲルさんが死んでしまう。ランゲル締めて、ラーゲルの体力厚めのオレンジ。あっ、目の距離ゼロアルファからもコンボが安い。さあ、2位でかわして、サーラぶち込む、投げて、めくっ、裏で、死なない、死ぬ。最後は華麗にゼロアルファで締めて、まず一歩取ったのは、1試合目取ったのはラーゲルさん。さあ次、さっき先ほど家が飾られていました応援さん、いやこれ演技悪いな。まあちょっと、もしお務めさせていただきます。はい、ともめおと申します。第3話で首が取れます。さあ2回戦目で、2試合目出てくるのは応援さんとタロニャンさんのエルザー、言わずと知れた人気の話の応援さん。先ほど家が飾られたばかりだが、いやいやいや、バック十字はフューチャー的にはまだね、だんだん消えていくってのあるから。まず開幕フューチャー投げて、駒投げめくらん、ああ、2秒カウンターヒット、 AC イエコン、ミスらない、一瞬締めて縦設置。さあ B バンカーでこれは死んで、まず1本取ったのは生主め、空中でクレドで対空、追撃ミスるがクレドで対空、何かで対空、ジャンビーが勝って上が降ってくる、クレドで対空、やっぱりクレドが強い、コムに刺さらず、裏でジャンエヒット、これはたまらずバースト、見えるわけがない、コムニを締めて裏をしっかりガードするが、応援さんあっという間に家が飾られてしまう。ああ、1試合目、あ、2本目、1本目とは別に対照的にアロニアさんが取っていく。さあ3本目始まる、 B クレド、グラディウス追加、コムニが刺さって切れている、補正がこっから EF コン、これには生主もちょっとタジタジ、きつい、きつい、あ、ジャンシーが、あ、ランケオラが漏れて確定反撃ミスるが、しまってる、お姉さんがちょっと日和り始めた、これが家の力なの、いやー、はい、すごい対空だ、立ち絵強すぎる。はい、ゼロ回戦制したのはラーゲルさんとタロニャンさんのペアです。応援さんはお悔やみ申し上げます。はい、49日は来月の小岩大会で行うんで、もういいよ、アルカナハートなんてゲームはなかったんや。盛り上がりすぎだろ、なんでお通夜会場の隣で祭りやってんだよ。はい、それでは次の対戦呼び出します。次から1回戦始めていくんで、こっち呼ばれた方どんどん来ちゃってくださいね。ルキさん、ハセさん、カスミラブさん、ドクミトさん。はい、こっち来てください。今呼んだ方が録画筐体であります、 A 筐体こっち側ですね。さあ次、ギャロカスさん、アケミホムラさん、カコさん、クイタンさん、はい、あ、こっち、たぶんカコさんがもうちょっと出てくると思って、こっち B 兄弟、はい、場所だけでしょ、場所だけ。まあ、じゃあ、カコさん来たんで敵決めちゃって、コンサクトの指揮官、あ、まあもういいですよ。始めちゃっていいですよ。はい、ちょっとフライングしちゃった。それではね、いいです、いいです。